分のベストゴールを教えてください。ベストゴール、はい、ベストゴールか、ベストゴールね、なんだろうな、人生で、サッカー人生で、うん、プロになってから、まあどっちもベストゴールだから、今まで数々の点取ってきたと思いますけど、ベストゴールか、なんだろうな、初ゴールかな、プロ初ゴール。PK、PK じゃない、あ、じゃない、じゃない、PK じゃない。プロ初ゴールがすごい。プロ初ゴールして、ハットトリックしたんですよ、その試合。いつ、いつ？プロ、2年目かな。で、シュー、あれ、ゴール自体は別になんか、こぼれ球押し込んだだけなんだけど、結構長かった道のっていうか。結構覚えれるかなというか。ありがとうございます。じゃあ僕いきますか。はい。サッカーやっててよかった、幸せだなって思う瞬間はどうだったんですか。幸せだなと思う瞬間はやっぱ、ま、ボール蹴る時じゃないですか、毎日。いや、いや、毎日幸せだなって思うでしょ。誰だよ。いや、嘘つけよ。いやいやいや、本当そうでしょ。だってボール蹴ってボール蹴れるの毎日。いや、怪我した後とか特に思わない。あ、まあね、俺も一回大きい怪我してさ、確かに、ね、ボール蹴るまでのこう時間が結構空いた時とかはボール蹴れるって幸せだなって、まあ走るだけでも幸せだなと思うけど、すごい幸せだったなって思いやすいんだ、それ。結構敏感よ。結構敏感よ。敏感に朝蹴った時に、あ、幸せって、うん、なかなかいい、すごいね、それやっぱね。そんな噛み締められるのって結構素晴らしい才能。まあ、ボール蹴るのが好きだからね、やっぱ。まあまあまあ、全然関係ないですよ。関係ないの、サッカー。いや、サッカーは関係ないですけど、今の話は、うんうん、勝負飯はありますか。勝負飯は俺ないね。ああ、ありがとうございます。早えな。早えよ。いや、ない。ありますから、ない終わりじゃん。いやいや、早えの展開ねえのかよ。なんか、それだけかよ。それだけですか。招集メンバーの中でこいつだけには負けたくないと思うのは誰ですか。意地悪なんだ。嫌なんだよそれね。いや、でもまあ、まあ、負けたくないっていうか、別に人と競ってるわけじゃないけど、誰だろうな、ライバル的な、ライバル視的な。ライバルで言ったらみんなライバルじゃない。だってそうだけどさ、強いて言うならお前かな。なんでだよ。なんでだよ。いや、負けたくないよ、やっぱお前には。なんでだよ。そんなそぶり見したことねえな。なんだよ、それ。ということで、お願いします。わかりました。俺ということで。